どうも、皆さんこんばんは。福岡吉本、芸歴4年目。この間久しぶりにバレーボールをした時、絶好調でございました。インクルージョンの米澤と申します。そして。はい、えー、どうも、米澤です。なわけないやろ、お前。信じるから始めまご何 ちゃんと剥がしてその今俺が米沢って言った言葉言霊が今そこにあるやんそれをめくってめくってベリ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 はい坂下です坂下やった何その仮面みたいなことですごめんごめんって何ですかじゃあ早速九州自動車道お願いいたしますあいいですかよろしいですよもちろんいきます今日の九州自動車道の情報をお知らせしますありがとうございます桜島スマートインターチェンジの標識工事が完成しましたおお素晴らしい 2019年令和1年5月に完成し,おっそしておりますって今この情報言うのおっそうお前ね,ね早言えい言うな知らない人もいるかもしれない,いや確かにね <laughs> いやその完成したんだってなるから別に <laughs> うん、うん あごめんじゃその今の言った言葉めくってえっベリ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 あなんもなんもないんかよお前何もないんかよ何やめくらすな戻さんとあ戻しましたはいはいピ言ってないことになるから言ってないことになるからね言ってないことでもいいよ別にそれいやでも大事なんでやっぱ大ねちょっとあのご提案がありましてご提案はい緊張するんなんそのあのそれは何俺に対してはいうわ まあインクルージョンとしての大事なお話ですけどあ大事な話はこのラジオでやっちゃうとあこの間ねちょっとこう知り合った西中洲にある焼き鳥屋さんがあるんだけどそこの大将と飲ませていただいてそこの大将がずっと私米沢のことを「米尾」って呼ぶんよ「じゃあ米尾くん」みたいな「米尾」お前初めてよね初めて大体お前米とか米ちゃんとか米さんとかねえ ヨネ,ヨネオって俺のこと言ってきて <laughs>、うん、でその大将がすごくいい人なの、うん、すごくいい人で、まあ、アントニオ猪木さんとつながりがあったりとか、うんまあ、結構ちょっと有名な方なんですけども、ねうん、その人からずっとこのヨネオヨネオってでってでヨネオがさみたいなその普通に俺のことを呼ぶ時じゃなくてもそのなんていう俺のエピソードトークを話す時もこのヨネオがねみたいな。 あそうだお前がいないとこでもってことまあ俺がいないとこでもかな多分それはちょっと分かんないけどその,の飲んでる時にああすごいねそれちょっとヨネオって呼んでてちゃあ仲いいやんそれヨネオに解明したいなと思って <laughs> <laughs> うわーなるほどね、はい、ダメですダメかい <laughs> キングオブリディオンインクルージョンのアンガーハンガー <laughs> いやこれは辰巳ダメだなっていう思ってる理由が一つあってちょっとツッコミの人の名前ではないのよやっぱりヨネオね、うん、ちょっとボケっぽい人の名前ではないけど手足、うん、んかそのキャラが入るやんなんとなくそのヨネオってなん,なんかキャラ想像しそうやん,うん,、ね、なんか。 でもなんかお前多分ねそのキャラとかのタイプじゃないのよでも米沢ってやっぱちょっとね覚えにくいのよいや俺覚えやすいと思うけどなええー、だってその人は覚えてないから多分米尾って呼んでるもん <laughs> いやでもその米は覚えてるやん <laughs> まあそうねだその相性あるの俺は羨ましいと思う俺だってずっと探してたまあまあそうかそうかそうか、うん、でも、ね、米は俺の中ではしたくないのよ別にゲームは米にはこれって、まあ、言ってしまえばノブ みたいなノブさんとちょっとかぶってるイメージがあるやんカタカナ2文字みたいな、うんうん、だから「ヨネオ」「ヨネオ」いやどうなんやろうなその「オ」は何?夫「オッのオ」なんで?「ヨネオ」「いやひらがなでヨネオよ」「ひらがなでヨネオな」なの、うん、ええー それ、でもちょっともう、ちょっとそれにしたいなっていう、その揺らぎみたいなのがあるんじゃ。いや、なんか覚えやすさというか、呼びやすさ、親しみやすさがあるかなっていう。いや、でも今のやつでも十分あるけどね、今の米沢 だからそれはやっぱ坂下がもう高校からの付き合いやし周りの芸人さんから米って呼ばれる愛称があるからこそなんよ、うん、初対面で「どうも」出てきインクルジョンの米沢と申します」の米沢はもう覚えてないのいやでもこ俺もさこラジオでもやってるけどそのあの、うん、漫才のつかみとかでもやってるけど振りでやってたりするやん俺らそのお前の名前が俺がボケるために。 お前のねたちがフリーになってるからそ,かそこでヨネオってやっちゃうとちょっと引っかかるそれゃ変えようはあるけど、まあ、またそ,それを作るとこから始まるからでも<た>インクルージョンってぶっちゃけね、うん、俺がつけた名前なんやけどけまあ覚えづらいやん覚えづらいもう解明してって何回も言われるわけよ俺はねでさらにヨネザワって、ね、やっぱ初対面の人あんまおらんやヨネザワって俺以外おらんやろあんまり ああ確かに聞いたことない、ね、やろ、うん、ってなったらどっちもやっぱ覚えづらいってなった時にこの芸人面白かったなってなってお客さんが調べる時にどっち名前も芸コンビ名も思い出せんみたいな <laughs> まあ確かにその欠点ではあるかそ<う>れので坂下ってやっぱコーナーとか出た時に影が薄いけん坂下なんて名前そら覚えてもねえやんけ <laughs> いやいや、まあ、そんなことないいやこれはね本当に覚えてないけど、まあ、コーナーとかに関しては俺だいぶ結果の奥、ね、いややかましいって <laughs> その時も坂下っていう名前を知らずに面白い人っていうイメージある からだってこの間大阪に行った時に大阪の同期のタイムキーパー松井明はお前の名前を覚えてなかったぜ <laughs> いやそれはね同期ですら覚えてないんやからいやでもそれはその交流がないからまあそ,うそのいやうお客さんも交流ねえやんか別にその時だけやんか <laughs> やっぱそのど,どうにか覚え,な覚えてもらわなきゃいけないなっていうそうねでもそのたに解明はちょっとなっていうのはあるけどなまあまあでもそれはちょっとまあご検討ください <laughs> そ,れそれまだ俺の意見聞いてもまだ揺ら,らぎは消えんのよいやそれはあの、うん、真剣にお話をしましょうという <laughs> かりました <laughs> どうも米沢です坂下です、えー、皆様聞いてくれてますか金<ん>曜日インクルージョンの「ハンガーハンガー」どうですか坂下、えー、ぜひみんなで聞いてくださいお願いします さとということで、えーはい、今日早速なんですけども、はいえー、その西中杉の大将と一緒に飲ませていただいて、うん、その方がめちゃくちゃいい人なのよ俺が出会った中でもダントツでいい人、うんうん、これ何がいい人って、うん、めちゃくちゃ人のことを褒めるのよ全部褒めるんよ なるほそう一回も悪口を言ってないその飲み会でそれすごいわ大体飲みとかになるとねそう悪口の一つや二つはがちょっとつまみになるわけじゃないそこでちょっと盛り上がったりするじゃないでんならそのまインクルージョンの二人なんてものはやっぱり悪口がちょっと面白かったりもするじゃないそれを言ってることによって毒とそうちょっと笑い取れたりするそんなこともなく目全部褒めるほど。でも俺たちは全部褒めることはできない まあね、インクルージョンは、うんね、っちいうん、やっぱまあ褒めてもそその悪口の部分もあるもんねそうでもやっぱね、うん、褒めるってやっぱすがすがしいなと、うん、気持ちいいなということで、うん、本日の企画はと雨 <laughs> あっえっ 雨とムチではね。雨とムチだことありません。ムとムとでございます。<ー>でっていうのは何かと言いますと、うん、僕たちはやっぱりこのけなしたりとか、そうまあ言ってしまえばちょっと悪口でいじったりとかはしますけれども、そこだけで終わってしまうと、う悪く映っちゃう僕たち。<laughs> ああそう。だからもし例えばこう人のことをいじったり悪口を言った後に、うん、アフターフォローで雨を差し上げようよと。うん、ああそう。いいじゃないですか。ムチで厳しく悪く言った後に。うん アフフターーォロで雨を差し上げよだから褒めようよとそうそうそうで今僕の目の前にボックスが用意しておりましてこの中に大量の紙があでその紙に書いてあるやつにムチと雨をあげるとそういうことでございますまあじゃあ例えば1枚引きますねバン引いた時に赤鬼って出ましたこの赤鬼って出た時にムチをすぐ赤鬼の悪いとこうか悪口というかでも 赤鬼はこうこうこうだよねっていう褒めようフォローねそしたらもう赤鬼ももうピンクになりませんなりませんなんでちょっとやわらかいですかあちょっとチークかかったみたいな感じね金棒ももうふにゃふにゃになるやろね柔らかくなっていくからねやっぱ赤鬼はもう俺らの中にありましたからそれを柔らげて赤鬼を外に出していきましょうよというわかりましたじゃあやりましょうよ僕がじゃあパッと引きますんで 引か、引かれた人が。やりましょう。え、何じゃ、米沢が引いた場合、俺が。坂下が、むちと雨を言う。そう。あ。で、坂下が引いた場合。うん。俺が、米沢が、むちと雨。オッケー、オッケー、じゃ、いいですか。じゃ、早速。行きましょう。オッケー。あ、でも、ってことは、お前が引くってことは。俺。坂下が引いってことですじゃ、米沢が引きます。でっかい、むちと、雨。お題はこちらです。二千円札。千円札。 2000冊「無ちとあめ」スタート、はい、あのー、使わんよ全然あっても <laughs> お前をつ、あのー、持ってるけど使ったことはないかてかなんならそれがあるそれがあっても使おうとマジで思わない確かにだからそこら辺ちょっとはっきりしてくれ、はい、もう、あのー、存在してるならもういっぱいおれ確かにね、うん、<ー>いっぱいおれでも、あのー、そういう 確立してる部分はいいよね <laughs> 雨が下手やな <laughs> 雨が下手やって <laughs> <laughs> いや最初やからや,やっぱその普段んむを打ち続けたらインクルージョン雨が下手すぎるって <laughs> いやその存在をね存在独自の立場にいるからいていうっそういう存在を確立してるのはすごいよね芸人やったら素晴らしい一応ポジションどうや,ちょやってみた感想はどういやこれねいやあのそのお題ねあの俺が書いたよはい2000冊ね書かんときは書ったよ <laughs> <laughs> むずい <laughs> むずいだろうな確かにいやだからこれ、あのー、シンプルなのが多分意外と一番いいのかな,いなるほどね、うん、じゃあシンプルなのくださいじゃあいきますよはい坂、うん、下が引いて米沢が答えるですはいじゃあ引きますはい出ましたはいえー、飛び蹴りいきますよはいムチと雨どうぞお前誰がそれして得あんの 意味分から飛び蹴りとか、そのなんかポケモンの技でもあるけど、飛び蹴りした後、よけられたら自分にダメージ受けるし、飛び蹴りって結局最終的に相手にちょっとしたダメージで自分でも同じダメージあるから、やってる意味全くないよ。でも、ただ、見た目はかっこいいよね。<laughs> これって、<laughs> やっぱり一度人生で一度は男はちょっと憧れるやってみたいよね。<う><も>はい。 どうですかこれお前が考えたことやろこれ俺考えんなってこんなのむずすぎるって飛び蹴りとかすいませんでもやっぱいやでもこういっぱいあった方がいいやんそうねでもなんかちょっとこの雨をすることによって普段考えない脳みそを使ってるそうね飛び蹴りを褒めたことなんてないやん負け出したこともないけど何飛び蹴りってこといやそうねでもでも大事やからこのあのその つけるのはなしもうその時点で悪口やからああなるほどねだからこのどういう人に対してもそういうことができるようにしないといけないからねなるほどそうかそうかそうかってことはまあやっぱめちゃくちゃ嫌な人でも今後やっていかないといけないからやっぱこれはいい練習ですよだからその人に文句を言うわけじゃなくて新しくねはい続いて米沢悟は坂下の番ですお前さ絶対これも坂下やお題時計り 雨とスタート、うん、そのと時計回りが存在してないからもう何でもその反発すんな <laughs> その「半」とかその別の用語を作れその回り方のねその半時計回りとかあるせいでその「ゼロとかかわいそうよ「ゼロはもう半時計回りやからね書いてみ書き方がね <laughs> 書き方 <laughs> 半時計回りよ書き方がね、うん、かわいそうその「半」その「ロはその何 なのどねそれはやっぱよ,よくない確かによくない、うん、でもそれがあるおかげであの時計の <laughs> 裏の存在ができてるよねどういうことかよお前何 <laughs> かよ時計の裏の存在ってお前下手すぎるっていや違う違う,うそのな何でも人にはあの何表と裏というか対,対比が存在するお前アフターフォローのアフターフォローすんなって <laughs> 全然無理やからいや、てたすぎいや、これちょっと待って、これまた売れないそう、お前のお題は絶対、むずすぎるわ、もっと簡単なのにしてくれよ、なんでやろ、なんで俺のばっかり出る、いや、知らんよ、それは。たまたまやろ、そんなんじゃあ、いくよ、お願いします、ちょっとマジ簡単なの来てくれ、はい、いきます、米沢が書いたやつ、これ簡単やから、あこれはいいと思うよ、お題、ハンガーハンガー、このラジオってことラジオね、はい、いきますよ、ムチとアメ、スタート。 もっといいスタジオで撮らせろってなんでこんな IKEA で買ったようなこじんまりした机にちょっとしたマイクで片耳イヤホンでもっとそしてもっと豪華なアクリル板で俺ら2人でラジオやってましょうかを出したいよそしてもっとみんな聞いてくれって俺らの良さが思う存分伝わってるんやからそれなりの「ハンガー・ハンガー」っていうね名前もよく考えてみたら「ハンター・ハンター」のパクリやんけ何してんのこれ。 思いついたからといってあと「うんがンんが」ウンガーも分かりづらい <laughs> でもやっぱり「<laughs> ハンガーハンガー」という名前で耳なじみができて米沢坂下の面白さが伝わってるならそれでいいよね <laughs> むずいってやっぱ雨むずいわ <laughs> いやでも結構 今までで一番いいかもいけてたいきいいと思ういましたあ、よかったよかったよかったいや、いいと思うこれあんめむずいよいや、めむずいけどでも本当はつまりありがとうって答えやかそうそうそうつまりこんななんやかんや言ったけどこういう場所で撮らせてくれてありがたいありがたいっていうねあ、いいいいと思いますありがとうございますこれ難しいよ皆さん皆さんのき、ど、あい、らくをここにきたきた

なんなんその武器金棒って俺、お前と出会うまで知らんやと。存在を、その武器を。確かに。なるほど。どこに売っとんのその武器は。買ってるんや。ね、見たその、ね、物語で出てくるその刀とかね、そういうのはやっぱ売ってたりするのよ。例えばそのマシンガンとかね、やっぱそういうのは売ってたりするよ。その、金棒はマジ見たことないすよ。怖い、そんな持ってたら。で、あの、その角とかも、生えてるのもさ、怖がるから。 ね、その損するよ、あなたがど,どんなに優しい人でもその角生えいてることによってみんな近寄らんの、ね、よだからやめてほしい、そういうのはでも,でも悪い役を買ってくれてありがとう。<laughs> <laughs> <laughs> 自分からやっぱ悪がおってことの正義がいるからね素晴らしいこれはちょっといいですねありがとうございます今のはちょっと素晴らしいですわ面白かったじゃあじゃあどんどんだな何かこの数を重ねることによって雨がうまくなってるうまくなってる素晴らしいねじゃあいきますよはいどんどんいきましょうお願いします のり塩味お前む <laughs> じゃあいきますよ、うん、はいムチとアメスタートお前のりがあるせいで歯にくっつくやろお前 <laughs> い嫌ってそのちょっとした海の風味 <laughs> 別に誰も求めとる人いないってで見た目も集合体恐怖症にとってはきついってつぶつぶがあってさもうやめてくれるのり塩味ってそんななんかこのあっのり塩味は買いたいなっていう気持ちにもならんし <laughs> そしたら薄塩味九州醤油味だけでいいのに 誰の何の目的で海苔塩味って生まれたかもわけのわからんちょっとなんかよくか噛んでったらだん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 塩気が強くなって薄塩味みたいになってるしね最終的に <laughs> でもやっぱりその場にあったら二度見はしちゃうよね <laughs> いやちょっと待っ二度見」ってな <laughs> いやその,その場にやったら「食べてしまうよね」でいいや,ん <laughs> いや二度見って何そのお前ちょっと待ってじゃあ「のり塩味で咲かせたムチと雨」スタート <laughs> いやお前はそのな何そのサ「サブすぎる」ってジャンルがのり塩味とかねそうもう塩そう薄塩味とかぶってるからそうん 薄塩味には勝てんよそんなのり塩で攻めてきても結局味は一緒なんやねそのあなたその確立しそのね自分のポジションを確立してると思ってますけどそんなもう対抗全然できてませんよ、うん、ここで確立はしてないよ、ねうんやね確立はできてないだってコンソメパンチ見てみ、うん、確立してるよあれは <laughs> もう薄塩の真逆やん確ね確立してるのに、うん、だからそんなふうにあなたポジション立った方がいいよ、うん、ねっ でもね、うん、俺一番食ってる。<laughs> <laughs> <laughs> なるほど。自分の意見も踏まえてね、雨を与えると。あ <laughs>、素晴らしい。うま <laughs> いね。うま <laughs> いねってなんだう。まくないですか、こいつ。<laughs> いやいやいや、でもなんかこれ、徐々にうこう成長が早いというか。なるほど、ね。え、これ、のり塩味はちなみに誰のお題僕です。もうやめてくれる、マジで。<laughs> うん、お題むずすぎるって。あ、雨、雨。雨 あでもやっぱりこういうところがお前の良さよね <laughs> <laughs> ありがとうございますありがとうございますじゃあ,じゃあ次はまた俺がやる <laughs> あっじゃあ坂下、OK OK 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 OK、やりましたからね OK OK のり潮でじゃあいきますよはいいいですね面白いですねこのゲームあこれでもいいと思いますよいますはい「関節キスムチタアメ」スタート いやまずもうそんな言葉はこのご時世聞かないから <laughs> やっぱりそのもう存在する必要がないその関節キスというものがあることによってやっぱり別にそういう気にもしてない女の子からのペットボトルのちょっと飲みたいジュースとかも飲みづらくなってんのよそういう言葉があることによってでなんかこのなんていうちっちゃい小,小学生とか中学生とかそういう思春期の時は例えばそのね 隣にいる女の子からお茶をちょっと一口ちょうだいっつってパッて飲んだ時にうわ関節キスやあっていじられる対象になるからー、うん、お前がおることによってこっちは目的としてないいじられがあんのよ、うん、でもこれが初恋の味よね <laughs> <laughs> これが俺があったことによって好きな人と一歩近づけたありがとうあなるほどそ<う>やっぱあの踏まえた経験,経験談を踏まえてね <laughs> お前初恋関節キスやっぱりこれまであることによって <laughs> その、うん 別に欲しくもない飲み物をその人からもらうっていう間接キッス目当てができますからああなるほどそうそう先ほどのと裏腹にねそういうことでございますよいいじゃないですかああいいですかあなかなかはい間接キッスこれやっぱりね人をけなした後に褒めるっていうアフターホール難しいからちょっと皆さんまずやってほしいただねこれ難しいのは即興が難しいねいやそうその場でその場って普通のプライベートもその場ですからそうね確かに確かに鍛えられるもんですからね できます続いてのお題こちらですお前は知らんぜお前自分で自分の首絞めてるからねお題緑鬼はいわかりましたじゃあ無ちと雨スタート怖いんよもう聞いたってお前角とか生えてお前がどんなに優しい人でも優しい鬼でも怖いよ聞いた聞いたも何その持っとる武器何パチンコ あ、そうだよ。<laughs> 緑鬼でパチンコなんや。<laughs> 怖いから。<laughs> そんなもんね。その、怖いって、その、金棒ですら怖いのに。っ、ね、てことは、怖いの、遠距離も行けるんってなるか。金棒 <laughs> で。 ね、周りの鬼が全員金棒だから、あいつらは近づか、近づきさえしなければ勝てるってなったところ、お前がパチンコ持ってることによって、こっちは、遠距離。そうね。嘘っ,っぷが持ってるやつね、<え>パチンコってえ。遠距離も気をつけないといけんくなるやろ。うん、ね<う>でもね。でも。悪い役買ってくる。ええー、って、それお前ふ <laughs> ざくんな、お前。で、お前緑色にまたお前が書いたうだやろ。う <laughs> お前ふざくんなって。むずす,すぎるな。いでもその、<laughs> 鬼は結局一緒ですすよいいいところ悪て出まからしかも鬼の中でも悪い役買ってるいやそんなことでも緑鬼の武器パチンコのイメージないなんやけどそんなイメージなんかアッシュな感じする赤鬼アッシュね赤鬼アッシュじゃあいくよじゃあどんどんねこれむずいねうんさあ続いておお聖徳太子ですね 名前が一緒いいうのもポイントですねどですね、えー、きますよムチターメンスタートあのー、まず最近分かったことによって言うと「おらんのや」いやいやそれ,それ,それ,それ俺は小中の時はお前おるって習ったしでなんかこういろんな人何人多くの数多くの声を一斉に聞けるというすごいところがあると俺らは感じてたのに「いやおらんのかい!」お前なんか小徳 ってそのお前がおるせいで俺の大使の大きい志が太いに書かれんのよお前はそれで「太」って読むせいでやめてくれるマジでなんか十二なんとかみたいな色もなんかいろいろあるけど覚えづらいわ。 で聖徳もなんか聖徳とも読めるしなんかそのなんか絵も横顔しか見たことないしでなんかそのおじゃる丸が持ってるような,なんかあのああいうなんかちょっと扇みたいなやつあれ持ってるし<で>なんか最終的に聖徳太子っていう名前だけ知って何知ってる人か知らんしお前なんかその存在してる意味がないって思ってたけど <laughs> 存在するしてないんかい意味分からんやろでもでもね君が太子って名乗ってるおかげで あ聖徳太子と同じ太子なんだって僕の名前も覚えやすいですよ <laughs> <laughs> あれでどっちも自分にちなむね自分にちなんでいきますよ <laughs> <で>これは太子っていう名前が付いてますから、えー、そのいやあなんかその悪口の方になんか褒めが入ると思いきやそれは くない悪いことない見えたらさっきの聖徳太子もあったしねそうそうそうだからんかそういうのが見えるからんかその言葉というか感情の面白さというかそういうのが見えてきますねめちゃくちゃ雨やずっと雨のコメントしてくるやん僕雨もいけますよだから確かにだんだんんかこれを重ねることによってうまくさあじゃあここで続いてのお題坂下君やってもらいましょうこれはちょっとね意外と簡単なお題でございますここに来てビールあビールムチと雨スタートですえ 美味しくねえよビール <laughs> その俺マジで初めに大人がうまそうに飲んでる CM とかでごくごく俺は子どもの頃憧れました、ね、大人になって、ね、働いた後のビールはうまいって言,う言いました二十、うんね、歳になって飲んでみたら逃げ <laughs> <laughs> 俺は美味しいと感じたことが一回もありません <laughs>、ね、や本当にオリオろルでも美味しいと思う人もおいで,、ね、でおまけにその美味しくないのに酔っ払うと、うんうん、ね どうしたらいいその正常な、ね、判断もできなくなると、ね。しかもトラブルに巻き込まれるもとやし、ねいね、飲酒運転とかも、ねうん、そういうのにつながったりするかもしれない、ね。だからもうちょっとその危機感を持って存在して売れてるんだから、ね、<laughs> もっとそのその人に頼らず自分から発信していこう。うん、そ全部人間がやってるんだからあなたの危ない。 人間が調べてやってるから自分でも喋ろうなんなら喋れないのわ分かるけどどうにかして。ねうん、でも,でも したまらようるせえわお前ムチめちゃくちゃやぞ言い寄ること喉のしごたまらんよねムチめちゃくちゃでもなんかさっき言った CM 見たらめちゃくちゃうまそうに飲んでるっていうちょっと雨も入ってそうだねだからこれむずいむずいななんか感情がちょっとやっぱごちゃごちゃになるわしかもちょっとこのいろいろやってきた終盤にきてこの普通のお題っていうねそう意外とだからきつかったかに確かにいやでも普通ね 人の方が多だから難しいのは普通の人ほどむずいのは褒めるって何にも色がないという確かに確かになるほどなるほどっていう人ですから特徴的なものがあった方がそうかだから普段褒めることには鬼とかの方が褒めやすい褒んですそうかそうかそうかじゃあいきますよお願いしますおいいですねあこれはでもマジで今までのお題で 一番日常で使えると思います。お前ハードル上げるね。いきますよ。はい。ショートカット。行きます、ね、<laughs> いいですか。はい。ムチターメスタート。お前どっからどこまでをショートカットと呼ぶ。<laughs> まずその女の子はね、まあその肩までをショートカットと呼ぶのか。<laughs> でそアゴラインぐらいまではショートカットと呼ぶのか、うん、その人それぞれショートカットの違いがあるし、うん、その総じてショートカットと呼ぶのであればもうショートカットという呼び方はやめてほしい、うん、なんか単発ベリーショートなのか、うん、セミロングなのか、うん、そういうそれぞれのなんかちょっと呼び方をしてもらえないと、うん、私もショートカットなんです、えー、ショートカット好きなんですけどどっからショートカットですかってそんな人それぞれになってしまうから <laughs> やめてくれるショートカットという名前、うん、でも、うん 俺はロングより好き俺はショートカットああいいですねえ男にはショートカットの派の人が多いようんそうねあまた2つこれはやっぱり俺はロングよりもショートカットの方が好きっていう自分の意見も入れつつ世の意見も入れつつね僕もショートカットが好きですあ素晴らしいでも毎回好きになる人はロング ああ雨と無知なのかそれは謎が出てきたぞ、まあ、<laughs> そうねいや不思議な光景ですよ確かに毎回好きな人ロングとか知らん <laughs> いいインクルージョンクルクル素敵なお笑い届けます <laughs>、うん、うんんガンガーガーガーと素敵なラジオを届けます インンンンクルーージョのガガじゃあ続いてラストラストいこうぶちと雨を決めて終わりでしょうじゃあお願いしますラスト坂下のお題はこちらですダンあっここにきてまた枝に王道なお題でございます冬冬お願いします寒いもうめちゃくちゃ寒いその分からんやろその俺らがどれだけ寒いと思っとるか冬側にはね ね、その季節感出して、ね、やってるけど寒いのよ、ねそし、そのせいで準備しないかものが増えるんよ厚着の服、こたつ、ストーブ、ね、これ、どれか1つでも壊れたら終わりよお金もかかるし、ね、でその何その冬の時期は、ね、マラソン大会とかあるわきついんよ、そんな。<laughs> 寒い中、ね、半袖で短パンで走ると走ったら運動で温まるやろうってなるけど全然温まらんのよ、マジでもう当辛いからそういうもう寒さとかいろいろねだからそういうのももう適度な寒さにしてくれでも、イベント多くて助かってる <laughs> <laughs> 助かってる人なんかのクリスマスにお正月にバレンタインにね。 助かってまするって助かやん、うん、キングオブ・レディオンインクルージョンのハンガーハンガーそのなんていうかな最終的にやっぱりその無ちは出て、うん、雨も出るって、うん、これなんかその実用化できるやんいやできるできるこれ日常に、うん、っていう、うん、その普段ないのを使うのが、うん、結構いいコーナーでございました だからこれは女の子とかにもやっぱ聞いたりするんじゃないですかやっぱり褒めてけなして確かにねそのんかこうちょっと恋愛相談とかしてた時に相手を上げることもできるし下げることもできるというそういうプラスなコーナーでございましたいや参考になりましたどうでしたかその聞いてだいてる皆さんはまあ実際にちょっとやってみるのもね結構いいかもしれない「雨とムチ。とからこれムチと雨」でございますんかお便りとかでもらってもいいんじゃない例えばそそれこ 俺らに対してのとなるほどねハンガーハンガーに対する「ムチと雨」うん、あじゃあなんか個人でもいいしテーマ決めましょうよ。これの「ムチと雨をください」っていうテーマを送ってそれに対する皆さんのお便りで送って頂い,いて、うん、生放送でやりましょうと。 生放送でああ、はい、いいじゃないですかあの決ま決まりましたからねキューパレがねキューパレが、ねはいはい、そこで生放送でやりましょうってうリアルタイムで僕たちが皆さんにテーマを問いかけるのでメッセージでリアルタイムでその雨と虫を送っていただいて、うん、いいですねで逆に皆さんからこうテーマを送っていただければ僕たちがその場で即興で,雨とをでやりますからね、はい、そういうねお互いでこうやりあったらここのそのスピンオフが ね、できるんじゃないかなということで、えー、実際にちょっとやっていこうかなと思いますいはいかがだったでしょうかこの「ムチと雨」僕が RKB の立体駐車場に車を止めてここに来るまでにちょっと思いついた企画なんですけどもどうでしたかやってみて。 いいやいやなかなか面白かったです。ありがとうございます、まあ、ラジオ向きでもありますしね、こ、えー、言葉だけでも分かりますし。でも皆さんもどうやったかちょっと感想、メッセージを送っていただきたいなと思います。感想、メッセージ、そしてまあいろんなご相談だったりとか、うん、いろんなさまざまな何でもいいのでメッセージを送っていただけたらなと思います。はいえー、メールアドレスがですね、えー、kor.rkbr.jp、小文字で kor.rkbr.jp まで。 どしどしお待ちしております感想など相談など何でもよろしいのでぜひお願いいたします,しますそしてじゃあ最後はあの伝説のコーナーで締めたいと思います今回はコーナーが2回続きましたけども、はい、最後は僕たちらしいコーナーでいきましょう締めましょう「存在しない言葉」はい、さあね また2つ目のコーナーということでありがとうございます行きましょうはいもう早速今日も来ておりますありがとうございます嬉しいですよえラジオネームヤブイヌやさしさんやささしんありがとうございます坂下さん米沢さんこんにちはこんにちは毎週配信楽しみにしてす嬉しいね存在しない言葉ですが今回はプニュダカでお願いしますプニュダカプニュダカカカタカナのプニュに高い低いの高いプニュダカ おしいいですねきますかあこれなかなかもう一発で決めましたねこれ見てああいいお題だなっていうね確かに確かにじゃあ存在しない言葉「プニューダカ」サド最近ねやっぱ日本もプニュダカですからうわもう当そう勘弁してほしいよねうん なかなかこのプニュアスにならないならないからねえずっともうプニューダカでもプニュダカの方がね日本にはね悪影響ですからいやそうなんよねだから早く僕たちとしてプニュアスになってほしいんですよなってほしいよねこれなかなかならないプニュダカにはそうなんよ、もうずっともうずっとプニュプニュしてますから基本的にマジでプニュプニュそのプニュプニュがしすぎて みんなその、プニュアスのことを忘れてる。いや、だって俺正直ね、プニュアスのことはやっぱ、その、覚えてないもん、その時代よえ<っ>プニま、でも俺らが4歳とかやった、うん、プニュアスは。4歳とかやろ、うん、それは物心ついてないもん。まあそうか。うん。どう、プニュダカの日本はプニュダカ、だからこう、生きづらいよね。まあ確かに。うん。だから、こう、な、なやろな、全部そ、その、心も、その物も、その発言も、何もかもがもう、 プニュね、うやんでおまけに最近もこう天気もそうやしてて、ね、空気もそうやろで見てるテレビもね CM とかもコンテンツも全部プニュうや、ん、だからもうそのなんだこっちまでねプニュうにな,なってしまうっていういやそれはまずやばいやんで深刻な問題だ,、ね、でだからその何ですか 測るやつあるやんそのプニュープニュー高いか低いかプニューが高いか最近やっぱ結構高いもんプニュー高なんやプニュー高やばいよ40度ぐらいあプニューめっちゃプニューそれプニューやるでも俺この間測ってみたら42度42度プニューマジプニューいってほらプニューりすぎて困るからこれ見てこれももうほら

に顔なっちゃうからねだからよくない確かにだから俺らでプニュ安にしていこうそう今いいこと言った俺らから始まった Z 世代下の者たちでこの世の中をプニュ安にしていただけたらなと思いますやってどんどんその後にも先にもないようなプニュ高かねプニュ安を作っていきましょうと言ってだから2022年プニュ安宣言はいお願いします相手にし ちょっと長く感じたね <laughs> 長くく感感じじたた難しかった <laughs> いや難かったらプリンやでもちょっと面白いそうなんかもう一展開いけないかなって俺の中ではあった、ねうん、難しかったいや,いいいやでも素晴らしいお題、うん、お題もう素晴らしいみんななんかクオリティが,上がって高いそう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 苦労 <laughs> お題が <laughs> これ何が面白いってその存在しない言葉って何やろうって考えとる時間が一番アホやから、ね、<laughs> <そ>人間って <laughs> いや面白いどうやったらプニだかっていう、ね、センスなお題が思いつくのかいや素晴らしいです、まあ、こちらの存在しない言葉も先ほど言いましたメッセージであのメールアドレスでお待ちしておりますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということでじゃあ本日10月7日皆さん元気よくお過ごしであったでしょうか、はいえー、最後は坂下占いで締めたいと思います、はい、10月8日、うん、108うや、ん、の日ですねそんな当からの 占い、坂下占いでございますえー、10月8日のイテザのあなたの運勢はあ、1週間前に伝えてるはずですゴールねえねえ、ダザイって知ってるダザイあ 修のこと <laughs> その太宰じゃなくて分かったじゃあ太宰府天満宮のことその太宰でもなくてえー、それ以外に太宰なんて聞いたことないしもうん、福岡市元芸人で一番の注目株の太宰だよ美女も最高ネタも面白いあ気になる太宰の「危ないトナイト」聞かないとうごはんお父さん